定期テスト真っ最中。あったあった。あれは自分じゃ止められないからな。恥ずかしい。はい、ということで気まずいガチャ、本日も引いていきます。試験の日は、ちゃんと朝食食べていくのよ。あ、これは見られた側が気まずいよね。うん、お年頃の時って、外で親と一緒にいることがなんか嫌なんだよね。成長するにつれて、だんだん大丈夫になってくるけど。小学校高学年から高校入るぐらいまで、親は大変ね。あ、これは最初にやったやつです。ただいま受験シーズン真っ只中。最近コメントでも、受かりました、ってのが多いな。もう受かった人は本当におめでとう。これからの人は落ち着いて冷静にいつも通り、主もリラックスするため、センター試験会場にサンダル持って行った思い出が、めっちゃ変人。さすがね。販売店員のお世辞に騙されるな。いるな、褒めまくって買わせようとするタイプの人。子供に向かって、妹さんですか？なんてとぼけてみたりする。嫌だわ、娘ですよ。あら奥様お若い。そんなことないですわ、おほほほほ。もういいわ。これは男性限定じゃない？うん、これは経験あります。夜、女性の後ろを歩いていると、その女性がパッと振り向きスピードアップ。完全に怪しまれてる。いやいや、ちげえよって思い抜かしてやろうとこっちもスピードアップ。それを見た女性、本気で逃げました。余計襲ってる感出しちゃったのね。イエス。これは学生はよくあること。まあ大体黙ってやり過ごす。たまに尋常じゃなくてリトリーに侵入してくるやついたわ。いたいた、下見たらそいつの上履きが見えるという。デリカシーゼロです。小学生とかだと、気になる子にわざとちょっかい出してるパターンも。あ、そっちもあるな。これはただの変態です。今この動画見てて、これやっちゃったことある人、正直にコメント欄で白状しなさい。いるのか。いやね、こんだけ空いてたら見ちゃうだろ。見られたくないならそんな服着るなぁ。男性の主張。まあ確かに、めっちゃミニスカの JK とかが、階段で必死に隠してるの見ると、いや、自分で短くしてるにゃんけ、と思うことも。まあ特定の男子に向けてやってんだろ。たまにいるわね、信じられないぐらい荷物多い人。あとベビーカーとかね。まあこれはしょうがないけど、確かに気まずい。自分が大量荷物持ってる立場だったら、周りの視線が気になるわ。それが普通だな。あるある、知らぬ間にどっか行ってる友人。もっと悲惨なのは、友人がいた場所に見知らぬ人がいた時。話しかけたら全然知らない人だったパターンな。皆様、行動する前にしっかりと確認を。虹出ないなぁ。残念。これは言った本人は気づかなくね。確かに。聞いてる周りのお客さんが気まずい的な。そっちかしらね。はい、それでは本日ラスト。うん、未だかつてこの場面に遭遇したことはない。同じく。同じく。ミープー。それでは、本日もご視聴ありがとうございました。受験生ファイト。うん、最後まで何が起きるかわからない。解けなそうな問題はパッと切り捨てる勇気も必要。霊夢が真面目。たまに真面目なんだよな。うん、試験には大体正答率めっちゃ低い難問が混ざってるから、そこを頑張って取るより、点取れるとこを確実に。それではまだ受験残ってる皆様、応援してます。皆様、今回もご視聴ありがとうございました。楽しんでいただけましたか？恥ずかしいから見ないで。もしよろしければ、動画アップの励みとなります。チャンネル登録や高評価お願いします。じゃあまた次の動画で。